大橋さん、気になったことは後回しせずすぐに確認してくれる佐賀さん、人に話しかけるスキルが段違い、すごいと思います。わあ、もっと褒めて。ウェルビーイング見つけた。東京都世田谷区にある株式会社アロー、フィットネスや自費訪問リハビリなどを行う会社です。こちらは4人のウェルビーイングチーム。仲間が働きやすい環境を考えます。社内には同僚からの褒め言葉が入った箱があります。褒めくりポストっていうもので、こういうのに匿名でその人の良かったところを書いてここに入れていくってもので、集まった褒め言葉は月に一度本人たちに伝えられます。利用者さんと喋ってる時の笑顔がとてもいいって感じたんで、いいことかなって自分では思いながらしっかり者でありがたいみたいな感じなことを書いてはいただきました。見てもらえたってのは結構頑張ろう的にはなりますね。午後の商店街、何やら甘い香りが。地元で人気のドーナッツです。両方行っちゃえばいい。ところで今はおやつの時間？おやつミーツって言って、おやつを食べながら会員さんについてとかお店についてとか一緒に話をし合ってる感じです。緊張してその発言のハードルが上がってしまうような感じがあったんですけれども、ざくばらんな感じでやることでわざわざ発言に値するのかどうか迷うようなところも気軽にみんなで共有することができるようになったと思います。普段は顧客と1対1の仕事、同僚と絆を深める場がこちら。屋上ランチっていう取り組みでみんなでご飯食べることでコミュニケーションの場にもなってますね。親睦深めるような会話ができるかなというふうには思います。やっぱ外だと気持ちよく、ね、私できます。今日あなたはコミュニケーションを取る、みんなのこうより良くなるための課題を見つける手段だと思ってこれにしました。